私小野大輔のディアガールストーリーズ。こんばんは、神谷博史です。モス小野大輔です。さあ僕らの時間軸でも無事に DJS15 年祭全公演を終えることができましたよ、うん、ありがとうございました。会場にお越しの皆さんそしてですねニコニコ動画でご覧の皆さんありがとうございました。ありがとうございました。いや無事に終わりましたね。よかった、もう本当ですよね。ほっとした。ほっとしたでしょう、はい、小野さんも、はい、そして構成スワも、はいはい、なんだ悪びれねえなお前らは。お前らは悪びれねえな。悪びれないっていうか、いや本当に今神戸横浜ともう無事にステージに立てたということだけでもう十分幸せでした。本当そうですよ。私たちはヒヤヒヤもんでしたよ。本当にこの番組内でもよく言ってましたけど、明日は我が身だと思ってたから、なんかあったら本当ステージ全部台無しになるなみたいなことは思ってたんですよ。そうだね、ただもしそうなった場合は内田さんがファンミーティングに切り替えて、僕がステージで喋りますって言ってたから、まあそれはもうそれでね楽しかったかもしれないなとは思いつつですよ。あの規模で急にファンミーティングっつってもうそうするしかないじゃん。だってまあそうだね、いやでもだからこそこうやって無事に終えられたことがとても幸せに感じるわけですね。まあ、そうだね、はい、前はこういうのはあんまなかったもんな。なんかやれて当たり前だと思ってたし、まあ、当日はもちろんねその万全な体制じゃないとまずいとは思っていたけれども、まあ、それでもなんか多少体調悪くてもさステージ頑張って乗り切って、あ終わった終わったぐらいな感じではあったじゃない。でももう今そうじゃないからね、時期が時期だからね。本当に無事に終われたことをもう心からも感謝しますよ。はい、ね、まあ、あとねあれだけご来場いただいて、あの景色もね久しぶりに見た気がする。本当そうですね、心からも来てくださった皆さんには感謝をいたしま す。本当にありがとうございます、まあ、ようやくですね、全公演終わりましたんで、皆さんからの感想、もうネタバレを含めて、読んでですね、我々もなんかあらこうで言っていきたいと思っておりますので、本編の方もお楽しみに、ということで僕とあなたの物語ディアガールストーリーズ第797話、横浜はうなぎ弁当でしたね。まああの横浜名物のうなぎがね、米多めっていう、そうだっけ、食っても食っても米がなくならねえでおなじみですよ、美味しかったですね。美味しかった、はい、この番組はアニメのミックスの提供でお送りします。神谷博史、小野大輔のディアガールストーリーズ。改めまして神谷博史です。モス小野大輔です。まずは15年祭情報です。7月3日日曜日のピアーリーナ MM の横浜公演ですが、4時間を超えました。はい、はい、4時間になりましてまずそれ最初です。もう4時間になりまして、その4時間になったですね、ニコニコ生放送での有料配信、7月19日火曜日23時59分までタイムシフトがなんと4時間可能というね、最後まで見れるかなっていう、はい、そういうやつです。そういうやつです。はい、チケットはですね7月18日月曜日23時59分まで購入可能です。購入していただくと4時間見れますんでね。よし、たっぷり余すところなく見てください。見ましてやる、はい、そして今回の15年祭グッズの事後通販情報でございます。現在 A&G ショップにて事後通販受付中です。まず番組主題歌 CD マスターピース、こちらイベント会場で先行販売しておりましたが、こちらのね事後通販開始と同時に一般発売開始となります、はい、受注生産商品については7月18日月曜日23時59分申し込み締め切りとなりますよ、ね、はい、はい、そして受注生産じゃなくて在庫限りの商品もありますので、はい、お申し込みはお早めにお願いします。お願いします。詳しくは DGS15 年祭公式サイトをチェックしてください、はい、よろしくお願いいたします。では早速ですがリスナーから届いたふつおたを紹介しましょう、はい、モフゾウさんからいただきました。
神谷さん、小野さん、こんばんは。15年祭お疲れ様でした。私は全4公演に参加させていただきました。マジか、ありがとうございます。ありがとう、マルチバースという無限の可能性とタイムリープという便利機能で過去の、後悔を一つ一つ解消しながら DGS の15年の、物語を振り返りつつ、日替わり要素で 6.9 アルバムの楽曲を全曲聴かせていただけることで、中止になった MOB ツアー行きたかったなというガソリンたちの後悔までも見事に消化させ、最終的に過去の後悔も糧にして20周年という新たな未来を共に迎える約束と希望を与えてくれる壮大なストーリーに DJS さすがだなと感動しました。神戸横浜どちらも、毎回予想もつかない驚きの仕掛けが用意されていて、デロリアンを会場で乗り回したり棒になったり、曲中にイリュージョンで MOB が出てきたり、可愛い猫さんが出てきたり、社員が高知国脱藩した人とマーヤさんのお宅だったり MOB キッズだったり、もう何が何だかわからないけどめちゃくちゃ楽しかったと、終演後は、泣き笑いで心地よい疲れに満たされました。これからも健康で異彩すれば毎週必ず会えるDGS という無敵のラジオが末永く続いていきますように。楽しい時間をありがとうございました。20周年イベントでお会いできるのを心から楽しみにしていますとのことです。ありがとうございました。ありがとうございます。はい、まあ、非常に丁寧にまとめていただきましたけれども、まあ見てない人にしてみたらなんじゃそりゃっていう内容でしょうな。丁寧だからこそ、何言ってんだこいつになってますけどね。そうですねどんなイベントだよって。全部本当ですね。本当です。はい、まあ、デロリアンに我々乗りましてタイムワープしましたね。乗ったね。乗りましたよ。会場乗りまして、やりましたよ。140キロでしたっけ。140キロ出ないとあの、ワープできないんで、すげえ頑張って ね、 ね、乗りましたけどもね。すごいスピードだったね、はい、振り落とされそうだったよ。なんかこう、もう15年っていう歴史をこう振り返るにあたってさ、まあ、こうなんか過去にやったことだったりとか、過去に出てきたものが再登場するっていうのってさ、まあ、割とあることではあるけど、ただラジオ番組でそれをやろうとすると結構めんどくさかったりするじゃない。ああそうだね。だってもう局所的なことだからさ、ああ知ってる知ってる、毎度同じみのって感じじゃないから、はっきり言うと本当だよねチュンさんとか分かんないじゃん、はっきり言うと。まあ急に聞くとね。そうそうそう、確かに確かに、なんでチュンさんってなっちゃうけれども、俺ら的にはおなじみなんだけどさ、だそういった意味ではなんか棒とか言われても棒ってってなるんだけど過去のイベントで出てきたんだが、そうなんだよね急にね、っていうか、その、そもそものその棒の出典も分かんないよね。なんで棒出したんだっけ。棒に関してはだってでも理屈なくない、あれ。その男祭りの時が、そうそう、初出、あれもなんで出たか分かんないもんね。そこの理屈はないです。分かんない。なんか急に棒が出てくるってね、回って変な音がするっていう、それだけのシステムでしたからね、あれは。そうそう、まっすぐかと思ったら急に螺旋を描き始めて何これってなって回り始めるっていう、妙って変な音がするっていう変な棒なんだけど、まあ、今回それは2本登場するっていうね、豪華仕様ですよ俺と神谷さんの棒、まあ、そう、棒になるって、マルチバースの影響でね。ええ、マルチバース本当にね、あの便利に使いすぎだ ね、 だね、言葉として。あの時はなんか成立してるかなと思ったけど、終わって冷静になって言ってみると、なんかもう何言ってんだ俺ってなるね。だってマルチバースで僕と野くんが棒になりまして、ステージ上で回ってたんですよねって、ね、はい、何ですかそれっていう。あ、でもやっぱ DGS ってすごいね。なんだろうな、成立しちゃうところがあるよ ね、 そうね、マルチバースって言っちゃえば、はい、だからまあそういうものもそうなんですけど、人もそうで、まあ、あの高知国脱藩したあの高知国の入国審査に、押してくれてた方、そして MOB キッズの2人、ね、はいはいはい、がスケジュールを取っていただいて、わざわざ出演していただくっていう、はいはい、文化放送エクステンドの社員になっ て、 そう、ね、社員役として登場なんですけれどもでもなんかよくわかんないじゃん。そのたった一回さ、あの入国審査の時に出演してくださった方にもう一回声かけて、今回こういうイベントなんですけども、あのエクステンドの社員役でお願いします。歌歌ってください。はあ、仕事ならやりますけどなんだろうけど、すごいノリノリでやってくれて、ね、むちゃくちゃいい方ね。前のみりに、そう、ネモビーキッズの2人もすごいなんか、あの成長してて、ステージに上がって初めて、あ、よろしくお願いしますなんて言って台本に沿ってリハーサルやってて、あ、エモビーキッズなの2人っつって、はい、ね、みたいなそうそう、知らなかったの俺
うん、僕も知らなかったです。そう、うん、なんつって でかいじゃんみたいな、何歳みたいなマジで素で驚いちゃって、中学生だって ねそう、終わった後手紙くれて、うん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 、ちびひろしいから僕もちびおのでいいからもらった、もらいました、すごい丁寧な、なんか、うん、あのお手紙いただいて感動しちゃいましたけどね、うん、嬉しかったね、ああいう再会の仕方ってあるんだ ねステージ上で再会するっていう、そうそう、なんか声の仕事もしてるみたいなんだね、みたいだね、うん、だから、まあ、いずれスタジオで会うかもねなんて話をして ね僕も頑張るんで一緒に頑張りましょうみたいな話をして最後ねバイバイしたんですけど、 DGS これはもうこれやめられんぞ、ね、彼らがね立派になるまで、まあ、もう立派なんですけども、本当ですよ、まあ、木造さん4公演に参加してくださったところで、もう本当にいろんなね、うん、細かいところの違いだったりとか、うん、大きい違いだったりとかを感じていただいた結果、うん、一番最後その Go to the 20s っていうメッセージにたどり着いて、うん、ああなるほどこういうことをやりたかったんだっていうのをね多分一番分かってくださったと思いますけどね、4公演ね、あの参加してくださった方っていうのはね、うん、ねえ、はい、だんだん伸びていくっていうね、うん、尺の話する後でしょうか、後でしょうか長くなんだよ、もう一通来てるの読みます、はいはい、萌えかさんからいただいております、神谷さん小野さんこんばんは、15年祭お疲れ様でした、私は横浜初日と、うん、最終日のオンライン配信で参加しました。あ、そうですか、うん、私は DGS、MOB、その他もろもろの楽曲の中でスピーディリュージョンが一番大好きなので、うん、曲がかかった瞬間ぶち上がりでした、うん、歌はもちろん衣装、ダンス、演出とってもかっこよかったです、心の中で歌いながらノリノリで聴きました、またラストの曲が15の夜でしたねあ、持ち歌で終わるわけではないんだと思いましたがすごく純粋に受け止めてくれて、なんかそれも DGS らしくていいなと思いました、横浜から札幌に帰らなきゃいけない日には帰りたくないとまさに15の夜状態でした、本当に楽しすぎて記憶から飛んでいる部分もありますが、ただひたすらに楽しい時間を一緒に過ごしたという事実は一生残ります、改めて番組15周年おめでとうございます、ありがとうございます、札幌から遠征してくださったんですね、ありがとうございます、キャンプ地からね僕らの、そうですね、まあ、今だから言いますけど、うん、この15年祭ってまあ、相当こう苦労して台本が形成されていく姿っていうのを皆さんにお伝えしていたと思うんですよ、うん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 、ただ一番最初に決まったのは15の夜を歌うことなんですよね。でしたね、確かにそうだった、そうだった、そっからスタートしてますから、あと何にもない状態で15年祭やりますって言ってたんですよ、どうかしてるでしょこれお芝居とかだとこのセリフにこうなんか全てが込められてるっていうセリフがあの作中の中にあって、うん、そこに向かってお芝居組み立てていくってことはあるじゃないですか、あ、うん、うん、15の夜なの？そうだよ。このイベントにおいての。そのネタやったら面白くねっていう、それだけだよ。うんうんうん、だからまあ、15の夜を歌いましょう、最後歌ったら面白くね、ダブルアンコールマンが、みたいな、うん、それ面白いっすね、みたいなところから始まって、うん、台本をまあ作っていって、うん、で、しばらくして、なんかそのまあ、15の夜歌うっていうオチはもうやっぱりもうフィックスでやりましょうと。うん、で、台本がだんだん組み上がってきて、うん、で、15の夜って許諾取れました？みたいな。あ、これからですみたいな、取れなかったらどうすんの本当だよもうあること前提で済んでるけど大丈夫これっつっていやそうなんだよ、うん、15の夜もそうだけど、あれはライオンは？ライオンは、うん、これはまた別の話になるんですけど、はい、ライオンは基本許諾してくれないんです、もうね、そうだよね、はい、あの曲はやっぱりちょっと特別な曲なので、ね、許諾っていうのを基本的には対外的にはしていませんっていう、お話をされたけれども、うん、ただまあ神谷さんが関わっているんだったら、じゃあ特別に許諾しますということで許諾していただいたらしいんですよ。あなたそうだよ、出てるもん。僕出てたんでね、ああよかったと思ったんですけど、ただその時に宇治田社長が黙ってるとなんか後々言われるかもしれないからと思って、ただ神谷さんは歌わないんですけどってことを言ったら向こうがすごい戸惑うて、ええどういうことちゃんと説明したんでしょ、アンコールでアンコールマンっていうのが出てきて、あの素人が歌いますと、それでもいいですかって言って、まあはいって言って笑ったんだよね、よかったよね本当にね、よかったね、本当よかったよね、素晴らしいクオリティでね4公演とも、まあ、そう僕はあれ、はい、一番好きですから、僕もね、す
すっごいあれが見たくて聞きたくて頑張ってるとこあるよね。本編終わって、まあ、一応アンコール の、まあ、あの支度をして舞台下手であれを見るのが一番楽しいんですよ。そうだね。でボロボロにやられた2人がなんとなく下手に帰ってくるのとすれ違うのがもうたまんないです僕は。アンコールありがとうございましただって半笑いで出てって半笑いアンコールありがとうございました。あそこはもう本当に好きです。あのよくわからない温度差ただやっぱりそういったいきさつで、はい、まあ、15の夜もライオンもお借りしてるの で、 そうです、ね、あのアンコールマンたちはあの言ってました、うん、本気で歌うと。あ確かに一切の遊びがない。うん、とにかくもう歌唱に関しては、うん、もう彼らが持ちうる限りでの一番のパフォーマンスをしています。これはもう本当間違いない。これは間違いない。そう、うん、すごい真剣に歌ってんだから。そうなんですよ。ただもう、うん、そうもうしょうがないんだよ。クオリティの問題はもうしょうがないんだよな。クオリティはあれかもしれないけど、あれかもしれないけど、エモーショナルさで言ったら負けないよ。負けないよ誰にも。生き残りたいっていう気持ちにかけてはもうメインちゃんにも中島めぐみちゃんにも負けてないから。あ本当だよ。本当そうだよ。すごい勢いで言ってんだから。そうなんだよ。だからもう本当にリスペクトだったりとかちゃんと歌おうっていう気持ちはあるんだけれども、ただ出てる音があれっていうだけだから。汚ねえファルセット。もう本当最悪でしたけどこれ。今日はひどい。みんないいもの見たね。あれはもうね4公演全部面白かったです。面白かったね。何回聞いても。あれはもう元気ない時に聞くといいと思いますね皆さんね。はい、はい、そんなわけで引き続き皆様からのふつふつお待ちしております。続いてはアニメ専門エンタメサイトアニメロミックスの中にある女の子のためのスマホサイトディアガール情報です。アニメロミックスではディアガールストーリーズフェスティバルカーニバル15年祭のセットリストを掲載中。掲載曲をダウンロードご応募いただいた方の中から抽選で僕たちの直筆サイン入りパンフレットをプレゼント、うん、書いてねえな。うん、はい、でも多分誰の、いや僕たちのって書いてあるってことはこれから書かされます。書きます。イベントロゴアクリルキーホルダーの応募者全員プレゼントキャンペーンも実施中。プレゼントの応募は7月19日火曜日まで。ぜひお見逃しなく。そしてディアガールストーリーズのコーナーでは番組のレポートと写真を掲載しています。ディアボイスの着信ボイスも好評配信中。アニメロミックスディアガールへはスマホからアニメロで検索してください。アクセス待ってます。ニコニコチャンネル DGS チャンネルの登録も受付中です。有料会員になると番組のアーカイブやおまけ放送 DGS 裏談話室が聞けます。さらに今週は過去音源のプロデューサーズカットバージョンとして2008年4月26日放送分も配信。チャンネル登録よろしくね。神谷浩史、小野大輔のディアガールストーリーズ。ディアガール談話室。何かに悩めるディアなガールから僕らのところに普通のストーリーことふつストが届いて、それを僕たちが精一杯紹介していくこのコーナー。さて今回はディアネームアキナさんから僕らのところに普通のストーリーが届いています。では紹介していきましょう。アキナのお便り。私はかさぶたを見るとどうしても剥がしてしまいたくなります。また血が出てかさぶたになって剥がして血が出てと繰り返すので傷が一向に治りません。どうすればこのかさぶた剥がしたい欲求を抑えることができるでしょうか。どうした。おお、収録中だぞ。ラジオのラジオの本番中だぞ。何写真見てんだよ。こういう欲求をどう思う小野くんは。自然の姿じゃない。自然の姿っていうか楽屋での僕のケツだろ。そうだね。ただね、言っていいかい。これね、僕の楽屋なんだよ。小野くんの他人の楽屋までわざわざ来て、うん、パンツを履き替えたい欲求を、うん、本当マジ何とかしてほしいんだわ。どういうつもりなの。これだからもうお前ね、犯罪なんだよこれ。完全に犯罪。犯罪だろこれ。お言葉ですけど、うん、返しますけど、うん、盗撮ですよね。盗撮じゃないだろ。僕の着替えてる最中を盗撮してますね、うん、あなた、うん、うまあそんなあれでしょ。いや僕にそんなに見て見せてますけど。うわ何、汚いもんじゃないからね。それは僕のケツは。いやもうなんだよ、綺麗とか汚いとかじゃないんだよ。綺麗は汚い、汚いは綺麗。マクベスじゃないか。違うね、そうじゃないの。何、本当マジね最悪なんですよこれ。シェイクスピアみたいな、うん、シェイクスピアみたいでも何でもない汚いやつなんだわ。なんで、いやだって着替えていいじゃん。着替えないと。
本番できないじゃない、衣装着ないと。で僕が作ったねオノディワールドのパンツに履き替えてる最中でしょ、うん、それ。あ、また内田さんしかいねえな。うん、何が、うん、何見てんの。またエアドロップしようとしてるでしょあなた。え、それ本当、うん、それこそあれよ、ギルティーよ、それは。何が犯罪よ。僕のそのね着替え中のケツ、うん、を撮った写真をですよ、うん、エアドロップで、うん、その場にいる人に配布してたでしょ。まあ受け取ったのは内田さんとちゃんこだけなんだけど、まあ、まあそうだろうね、確かにな。あ、横川さん、横川さん、あ、今ね収録最中ですから、うん、向こう側に副調整室にいる横川さん、内田さんまた受診してる。あ、横川さんも受診し始めちゃった。お、受診するなよ、さすがによ。大丈夫かこれ、拒否しろよ。世界で一番汚いあの七尾立ちの、そうそう、な、七尾の D って呼んでる、七尾の D 写真がね、まあそんな感じでね、うん、まあなんかこう欲求は爆発してたんですけれども。欲求かな。欲求っていうか当然です。だって士気が上がると思って、うん、イベントに臨む。なんだその前の間違った思い込みは。まあ思い込みかもしれないけれども、思い込みだよ。でもみんなが笑顔になってくれればそれでいいかなと思って、なってたかな。僕が文字通り一肌脱いだわけですね。うん、もうすっげーテンション下がってるね。やりたくてやったわけでしょ。もちろんです。だそれが問題なんだっつってんの。嫌でした。嫌だよね。あ、そっか。それはわかんだろ。嫌だよ。全然歓迎してない。待て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 、じゃあ100歩譲ってな、人の楽屋で生ケツ出すなと。生ケツどころの騒ぎじゃねえよ。ないんだけども、うん、でもそれを写真に撮るのはどうだ。それはあなたが能動的にカメラを起動して撮っているわけだ。だからさ、僕のテリトリーでの話ですから、うん、僕がそのテリトリー内で何をやっても勝手だろ。うん、まあそれはそうなんだが、そうだろ。それを天津さえエアドロップする。うん、もうこれ新手のあれだぞ、令和にエアドロップ痴漢現るだぞ。これは受診してるやつも同罪だ、お前ら。そうだね、これはというわけで、うん、痛み分けということ で痛み分けなのかな。あの小野くんはなんか知らんけれど よくパンツ一丁でうろうろするじゃん。するね、うん、でするね。あのいちごパンツ、あの皆さんねご購入いただいたかもしれないですけども、はいはい、いちごパンツ、あのメンズサイズのやつって、うん、ちょっとぶかるんですよ。うん、小野くんはパンツを上まで上げると昭和のレスラーみたいな感じなの。確かにそうだった、うん、なんかねちょっと腹巻きレベルのところまで上がるんですよ。グッと上がるの、ハイウエストまで上がるから。でこうね、あの胸を張る、ああ胸を張って腰に手を当てると確かにリキディーザンになる。リキディーザンなんで、完全に体型がねリキディーザンなんで。リキディーザンだね。確かに胸筋もレスラー体型なんでついてるから。そう、白黒テレビでみんながだからみんなが集まってくるでしょ。そうそう、わやってるっつって。で去ってそのハイウエストからちょっと下ろすと、うん、なんだろう、うん、日曜日のお父さんになっちゃう、ね、確かにお父さんだったね、うん、あれはだから俺もね思った。なんだよ、まあ、あのある種このイベントのテーマはその後悔をその過去を変えに行くっていうことがあったじゃないですか、うん、僕の後悔一つあるとすればレディースの方履けばよかった。何言ってんだよお前。サイズ感的にいろいろ変態すぎて、ローライズになるからさ、ちょっともう意味がわかんねえ。レディースサイズもあるんですよ皆さん。あ、そうですか。いや、じゃなくて、うん、お前まず体を鍛えてくれよ。鍛えてるけどね。あのもうなんかタルンとしたケツと力道山スタイルの、あのなんだろう、この胴回り、もうちょっとキュッと絞ってからだったら、あ、これは小野くんのケツだになるけど、あの写真のケツだと誰だこのダルンとしたケツはになるぞ。そうかな、うん、見せたいね。そうでもないんだけどな。割と綺麗だと思ってる。なんだお前のその自信はよ。いや、ごめんごめん、そこはちょっと否定させてくれ。結構ちゃんとしてるよ。あ、うん、そうか、もっとちゃんとしてると。俺はもうちょっと、かっこいいケツしてると。ごくしてる。嘘つき、わかんねえけど。謎の後悔と謎の自信が炸裂したね。ね、はい、ということでディアーレム明菜さん、パンツをね、あの着替えるときはもう変な欲求に負けないようにしてください。お願いします。神谷浩史、小野大輔のディアガールストーリーズ、ディアボイス。番組から生まれた名言や僕らに言ってほしいセリフを募集し、アニメのミックスの中にある女の子のためのスマホサイトディアガールで配信していきます。今週は神谷さんのボイスを配信します。井上さんからリクエストいただいたこちらのセリフです。狂人タイムキープマンが言ってた、
ああ、そう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 、バカになるんだよね、一瞬ね、神谷さんが。純粋な気持ちをね、純粋、これはもうレアなボイスですよ。引き続きこのディアボイスではあなたからのリクエスト待ってます。来週は小野くんのボイスを配信します。お楽しみに。ディアガールストーリーズ、そろそろ今夜のストーリーもエンディングの時間になってしまいました、うん、いやもう15年祭がやっと我々の時間軸でも終わりまして、そうです、ね、感想を読みながらですね当日の話をしてきたつもりだったんですけれども、うん、どうやら僕らはかなり偏った話をしているってことに気がつきまして、うん、本当だ、中身の話を全くしてないんですよね。さまつな話に、ね、終始してしまいましたな。なんか本当すまないと思っているとは思ってるんですけどね。まあそれぐらいでもいろんなことが起こったってことですよ。起こりました、起こりました、うんうん、なんでまた来週以降だったりとかですね、裏談話室でちゃんと話したいと思いますんで、そちらの方も合わせて聞いてみてください。はい、番組では皆さんからのメッセージをお待ちしております。おはがきの宛先はこちら、郵便番号105-8000に文化放送、神谷浩史、小野大輔のディアガールストーリーズ、それぞれの係です。メールアドレスはこちら、すべて小文字で dgs@joqr.net、 dgs@joqr.net です。ラジオ大阪の方もこちらからお願いします。そしてアニメのミックスのディアガールにも僕たちの番組サイトがあるので、ぜひアクセスしてください。写真が見られます。さらにニコニコ DGS チャンネルの登録も受付中です。有料会員になると翌週火曜日におまけ放送 DGS 裏談話室が聞けます。そしてニコニコ動画と文化放送エクステンドの YouTube チャンネルでも放送のアーカイブ配信をしています。ということで、ここまでのストーリーテラーは神谷浩史と小野大輔でした。ディアガールストーリーズ第798話に続く。この番組はロワンゴ、声優ラボの提供でお送りしました。残る足音、なんとなく進んで